天空に眠るって当たるのかよ。まあ上の判定は小さいからね。ということでどうも、ゆっくり霊夢です。相方のマリサだぜ。ってことで今回も爽快な眠るをバシバシ決めていくわよ。バッサの反射神経。今のはナイス受け身。チェリーみたいな格闘ファイターは相性有利なので、ガン攻めされないうちに眠るを狙いたいわね。カズヤもそうだけど、一回触られたらしみたいなところもあるから気をつけていこうね。よし、ここは空母で外に出して、とりあえず様子見のタイプ。今のシーンさらっと眠る狙ってみたけど、クラックシュートで弾。あ、これはまずい。いや何やってんの。一番警戒すべき技を完全に油断していたわ。だけどストック振りでも眠るさえ当てればいい分、爽快な眠るを狙う気持ちは忘れずに撃墜を狙っていきたいところ。いやもっとリスクを考えて。もし眠るが当たっても後隙にスマッシュ当てられたら死ぬんだぞ。眠るの後隙はどうやって対策するんだ。頑張って避ける。解決策が小2段しレベル。まあこの状況でさすがに眠っていたら超必殺を当てられるので、ここは我慢の時間。いや気分が変わった。ここは復帰阻止、眠るで撃墜。残念失敗しました。不倫は軽量中だからここで撃墜できずに超必殺をもらう。これ当たったら絶対死ぬ。まあコマンド技だから撃つのにも結構時間。ここは割り込み眠る。不倫ちゃんに確定しないコンボ。ちょっともれなく眠るが待ってるわよ。突然飛んでくる陸人技。ああ流れは変わった。このまま逆転して。おっともう一回眠るが当たり、眠るが当たり、眠るが当たり。調子に乗った霊夢が悪い。あそこはもう少し近づかないとダメ。あ、これは大茶と思ったけど、一旦ここは空前でコンボを終わらす。はい、第2ラウンド開始。空下で確実にダメージ稼いで、空前かす当てから空。いやめっちゃラグいんだけど。まあ関係ないんだけどね。なんで普通に眠る当たるの。チャンネル登録よろしくね。